本日は平成27年度第94回全国高校サッカー選手権大会東京都大会準決勝 A ブロック、駒澤大学高等学校対都立東久留米総合高等学校の試合にご来場くださいまして誠にありがとうございます。試合に先立ちまして両チームのスターティングメンバーをご紹介いたします。まずはじめに駒澤大学高等学校赤のユニフォーム、1番ゴールキーパー鈴木玲、2番ディフェンダー高橋勇、3番ディフェンダー佐藤陽太、4番ディフェンダー西田直也、5番ディフェンダー村上聡、6番ミッドフィルダー春川龍也、7番ミッドフィルダー竹上直也、8番ミッドフィルダー栗原慎一郎、9番ミッドフィルダー矢崎和樹、10番フォワード深見祐希、11番フォワード野本勝弘。続きましてリザーブの選手です。12番ゴールキーパー島崎智成、13番ディフェンダー小池光前、14番ディフェンダー安本翔、15番ディフェンダー永井虎之介、16番ミッドフィルダー竹地優斗、17番ゴールキーパー江口達也、18番ミッドフィルダー三浦貴文、19番ミッドフィルダー菊池雄介、20番フォワード岩田光一郎。続きまして都立東久留米総合高等学校空色のユニフォーム、1番ゴールキーパー井上大地、4番ディフェンダー井浦聡、2番ディフェンダー飯塚小次郎、3番ディフェンダー吉田恭平、8番ミッドフィルダー岩田光平、19番ミッドフィルダー野々村大輝、6番ミッドフィルダー白滝亮太、10番ミッドフィルダー川村亮太、20番フォワード宮崎博也、11番フォワード武田海星、9番フォワード大場亮介。続きましてリザーブの選手です。17番ゴールキーパー向内夏樹、5番ディフェンダー熊倉海斗、15番ディフェンダー小玉慎、12番ミッドフィルダー岡村瑠衣、7番ミッドフィルダー山川亮、18番ミッドフィルダー篠藤光大、14番フォワード小林慎治、16番フォワード横川陽介、13番フォワード内村翼。最後にこの試合のマッチコミッショナーおよび審判団をご紹介いたします。主審伊藤義則、副審木川田博信、安田直人、第4の審判早川隆二、アセッサー田浦和成、マッチコミッショナー三井光。試合開始は13時でございます。試合開始まで今しばらくお待ちくださいませ。
Thank you.